おはようございます。みんな大好きや国の妖精っすよ。私はロンロンですある。今日は漫画、エルフさんは痩せられない。からで、あげない、オリーブオイルフライドポテト風に挑戦っす。タイトルから推察するにダイエット料理ということでしょうか。その通りっす。フライドポテトといえばバクカロリーの代表格。漫画ではこのフライドポテトを耳の長い人がバクバク食べて、太ってしまっているので、その対策としてこの揚げないフライドポテトを作ってるっす。やはり焼くと揚げるよりはカロリーは減るのですか。いろいろなデータがあるけど揚げるものを焼きで作ると、約6分の1のカロリーをカットすることができるらしいっす。6分の1とは多いのですか。そこにこだわれるかどうかがダイエットへの道っすよ。なるほど。そういうものですねある。さてさて調理ですが、水洗い、カット、そしてレンジで温めたポテトがこちら。これに塩コショウと片栗粉をまぶしていくっす。この揚げないフライドポテト結構人気があるのか、いろいろなレシピが出回っているので見比べてお好みの味を探してみてください。あと単純に使う油の量が減るから節約レシピにもなるし、フライドポテトよりはキッチンは汚れないと思うっす。おお、いいところいっぱいですねある。人によっては、物足りないと感じる人もいるかもしれないっすけど、こういったカロリーオフや薄味のものって、だんだん慣れていくので、継続するダイエットであればおすすめできるっすよ。なんだか実感のこもったコメントですある。ふっふっふ、ダイエットってのは、継続こそが大切なのですよ。なるほどですある。じゃーん、けーん、ポン。やったぜ。負けました。それじゃお弁当の中身紹介っす。よろしくお願いいたします。右から厚切りベーコン、エルフさんは痩せられない、の揚げない、オリーブオイルフライドポテト風、リーフレタス、アイコ、コロッケ、冷凍、缶詰みかん、最後にご飯の上に、ゆかりさんですよ。感想はいかがでしょうか。感想は息子くんを嫁さんともに美味しかったと大変好評した。おお、やりましたね。それでは、せーの。ビクトリー。いつも以上に卵の殻などを盛大に入れつつ、厚焼き卵の製作開始。牛乳が入ってるのか。今日は先週失敗したチーズインオムレツ風厚焼き卵、リトライだからね。おっさん雑な割に意外と成功するまで何度もやる。しつこいところがあるよな。さすがに改善点が見えてるからね、やらないと損よ。そんなもんなのか。今回は前回の丁寧作成と違う作戦、もっと丁寧作戦です。お。そしてチーズは後乗せにして、卵液の中に沈み込んだりして卵自体が巻きにくくならないようにしてます。うまくいってるのかこれ。あ、うまくいった。どや。中に何か巻くときはこのやり方がいいのかもしれないな。勝利は目前、今日はみんなで祝勝会だ。喜ぶのはいいか、だいたい最後の一巻きで台無しにしているから、最後まで慎重にやってほしいところではある。角材さんを設置してしばらくしたら最後の仕上げだ。そろそろかな。シャッとなったけどまあいいでしょう。そしていつもの確認作業。せっかくチーズをきれいに入れていたのに、カットして立てたことでチーズが漏れ出し台無しになりました。うわぁ、やってしまった。慌てて寝せてるけど時すでに遅し。まさか自ら台無しにするとは。それじゃお弁当の中身紹介。お願いします。右からサニーレタス、特化の良い牛肉、かつてチーズインしていたオムレツ風厚焼き卵、カットトマト、ハッシュドポテト、冷凍。上の段、お嫁さんの作ったそぼろ最後にそれをかける用の白ご飯。感想はどうかな。感想は息子くんでそぼろが美味しかったそうよ。結構いいお肉で対抗したのにな、おっさん。今日は世界一簡単な手作りプリンを考えたので、みんなに披露していきたい。世界中の人に広めてください。プリン作りでネックになるポイントの一つ、原料のクリームを今日は大胆にカット。なんでさぁ。クリームはスーパーまで買い出しに行かないとないからな。それがなくても簡単にプリンを作れるとなると、手作りへのハードルはぐんと下がるだろう。決して面倒とか手抜きじゃないんだね。ああ、叱って面倒とか手抜きじゃないぜ。まずは材料のクリームだったらよかったのになぁと思いながら入れる、牛乳、そして砂糖、卵だぜ。材料はシンプルだ。そうなんだ、プリンは材料自体はシンプルだから、ぜひ気軽にお家で作ってみてほしいんだぜ。そして最後は炊飯器に液を入れて、あとは加熱するだけだ。めっちゃ簡単だ。だろう、真似してもいいんだぜ。できたんだぜー。なんだか蒸しパンに見える。中身はプリンプリンだぜ。
とりあえず取り出して粗熱を取るんだぜ。ボソボソしてそう。これはあれだな、俗に言う大失敗ってやつだな。大失敗ですか。幼稚園生が作ったといえば両親がギリギリ許してくれるレベルだな。おっさんではダメですか。ああ、中年男性に救いはないのぜ。とりあえずカラメルを作っとくぜ。感想を聞くまでもないと豊は帰ってしまったんだぜ。スコップスプーンを入れてみたが可愛くならなかったな。むしろ、より食べ物ではない、何か土木に使う素材のように見えてしまうのぜ。家族には見せられないから今回はおっさんがそっと食べたぜ。味はプリンっぽい味がするけど、食感は厚焼き卵みたいだったとのことだぜ。結論、みんな、これは真似しちゃダメなんだぜ。今日は台湾スイーツ、豆花を作るんだぜ。台湾スイーツって聞くだけでなんか暖かい季節向けって感じがする。しかもこの豆花作るのがとっても簡単なんだぜ。それはありがたい。豆乳にゼラチンを混ぜ込むだけだぜ。本当に簡単だ。そしてさらに豆花っぽさを出すため、メープルシロップ気分で蜂蜜を入れ。どういう気分なんだ。さらに台湾スイーツの定番タピオカも買ってきたのぜ。なるほど、こうやって水で戻すとあのお店で見る形になるんだな。そう考えていた時期が私にもありました。ダメだったのか。素直にパックに入ってる生タイプを買うべきだったか。今週のスイーツはひどいな。とりあえず、おっさんのおやつということにしておくぜ。そうだな、家族には見られない方がいいと思うな。味は生意気にも豆腐だったらしいぜ。美味しかったんならまあ、いいか。そんで今日はいただいたイラストを紹介だぜ。おお、ありがとうございます。ロームさん、上記の動画でイラストを紹介していただいたものです。久しぶりに視聴して楽しませていただいたので、しゃもじの妖精を書かせていただきました。また、もしイラストを紹介していただく機会がありましたら、Twitter は ROM 専用のアカウントですので記載は不要です。掲載時の細かな配慮までありがとなんだぜ。全身はなかなか珍しいな。これは立派な霊ゲフンゲフン、しゃもじの妖精さんなんだぜ。はい、ではここまでのご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、マイリス登録もサンキューなんだぜ。コメントの書き込み、ツイート、宣伝、タグ、商品登録、そしていいねでの盛り上げにも感謝です。それじゃ、エブリーバディ。いってらっしゃーい。気をつけてー。